ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 Be Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。ロードトゥビバラロック2022ギャオでやってるドキュメンタリーですけど、19分ほどの番組でね、いわゆるビバラロックというロックフェスに BE:FIRST が出るためのドキュメンタリーという形で、鹿野さんという方に会って、その出るための交渉を直談判をしに行ったというところのスカイハイさんがいました。なんというか、ピリピリしますね。言葉の内容がピリピリしたってわけじゃないです。内容としては非常にね、2人の熱いパッションが感じられました。もしかしたらまだ見てない方もいらっしゃって、私の話を聞く前にご自身で見たいという方いらっしゃるかもしれないので、今回もまたアイキャッチキーを入れますんで、ご自身で見てからお話を聞きたいという方はぜひ一度動画を閉じていただいて、リンクを解きますんで、ビバラロック、ロードトゥービバラロックを見てください。ギャオなので誰でも見れます。はい、じゃあ一度アイキャッチを入れて、その後で内容に触れます。では行きます、アイキャッチ。はい、ではアイキャッチを入れましたので、内容について触れさせていただきます。はい、ロックフェスですよ。いわゆる、まあ、サマーソニック、スーパーソニックか、スーパーソニックであったりとか、まあ、今までのね、JFL だったりとか、まあ、いろんなフェスとかね、イノフェスもありましたね、出てきましたけど、まあ、いわゆるそういうものじゃないと。ロックのお客さんがいるんですね。うん、これじゃないな、これ。うん、そう、もともとロックファンです。まあ、ヘビーメタル寄りですけども、ヘビーメタル、ハードロック寄りですけどね。はい、まあ、XJAPAN なんかも聞いていたっていう話もしたことはあるかなって、YOSHIKI さんのオーディションもやりますからね。まあ、それはまた別の話で。つまりですけど、まあ、挑戦ですよね。スカイハイさんもそうだし、BE:FIRST もそうだし、すごく本当に挑戦してるなと。全く立ち止まる気ってないんだなって思いますね。正直なところ、BE:FIRST が成功して、BMSD も成功して、このまま、なんていうか、そういう、なんだろうな。まあ、ファンもすごく強いですから、ベスティね。ベスティ、フライヤーズ、アウター、ね。みんな強いですから、ザ・ストミン、ね。なんだけど、ロックフェスに本来はわざわざ本当は出る必要ってないような気もするんですよ。なんだけど、違うんだなっていう。考えてることが自分らとは本当に違うんだなっていう。まあ、スカイハイさんね。で、まあ、ドキュメンタリーが、エピソード2が3月下旬に公開って話なので、まあ、だから毎週ってわけじゃないみたいだけど、まああれね、本当に、まあ種類は違うけど完全ドキュメンタリーだし、短いけれども、正直私はザ・ファーストの最初の時と同じぐらいのパッションというか、ワクワクとハラハラを感じてます、正直言って。でハラハラも結構感じてます。結局これによって積み上げてきたものを崩壊する可能性ってゼロじゃないですから。そう、でも安全な道をたどっていけばっていうことはそもそもあの人たちにはないんだなっていう。でもそれって本当にロックだなって思うんですよ。やってることはBE:FIRST、スカイハイ、ノベルコア、アイルダショータ、エディボーイ、ロックではないですね。ダンスボーカルユニットであり、ラッパーであり、まあシティポップシンガーとあえて翔太君は言っときましょう。はい、それぞれの道でそれぞれのやり方で全然問題なくやっていけるはずです、本来ならば。あえてロックという完全アウェイなとこに挑むっていう。で、まあこの今の動画見てる状態の皆さんだったらもうドキュメンタリー見たと思うので、あるいはその見てない状態で私の動画を見るのを OK としてくださっている方だと思うので、内容を言いますが、まあ、ビバラロックに関してはスカイハイさんも、まあ、いわゆるね、常連出演者っていう形でやっていたと。で1年目2年目は完全アウェイだったという話、ツイートでもそういうのを見たよっていうね、だと思いますよ。正直ラッパーですし、うん、まあ要するにロックのね、ファンの人たちは
まあ、スカイハイさんの、ね、かっこいい顔とか可愛らしい顔とかそういったところよりもゴリゴリのバンドでゴリゴリのラウドなサウンドを聞きたいという人たちですから、そう結局アイドル風情がよとかそういう風に言われることっていうのは避けられないというところでもあり、でもそこにあえて挑戦をしてきて3年目ぐらいからなんか常連のというかもうコアアーティストって言ってましたけど、要するにその中核のアーティストっていう風になったと言っております。まあ、それはスカイハイさんが自力で勝ち取ったっていうことなんだということ で、 でそれと同じ道を行くという形で、まあエピソード2というかね、ビバラロードトゥービバラロックにエピソード2の話はまだこの段階では見れておりませんが、まあ当然ですけど BE:FIRST のみんなは喜んで受けるんでしょうと思う。で、まあ、本当に何ですかね、大変だと思います。ロックを聞いてきた人間だから分かりますが、昔はアイドルにとかいわゆるダンスボーカルに全く興味がなくて、でロックとヘビーメタルを聞いていて、そこからヒップホップの方に入ったので、そうで結局その後なんですよ、ダンスボーカルってね。だその段階でロック少年だった自分の感覚、まあでいくと、うん、やっぱりなんでアイドル来てんのっていう風に思っちゃうと思う。でそういう連中って、あ、そういう人たちがたくさんいると思う。それはでも仕方がないとか当然の話だって、ロックフェスなんだから、ロック聞きに来てんだからね。でそこに挑戦するっていうことですごいなと思う。うん、で本当にこれ応援しないとなって思うけど、でもやっぱベスティの皆さんの中にもロックも好きでって人たちもいて、不安には思ってますね。なんだったらこれってザ・ファースト以上に不安なこと多いかもしれない。怖くても進めっていうコンセプトだけど、正直なところ同じぐらい怖い挑戦してるなっていう気がしますよ。うん、だからこれは何ですかね、見守っていくしかないし、本当に成功するかどうかも分かんないけど、でも本当に前に進んでいくことをやめない人たちだなと思います。いや、でそれでドキュメンタリー見た後にブレイブジェネレーションのギャオでね無料配信されてるんで、ライブフォーザネクストの最終曲ブレイブジェネレーションのまず BE:FIRST バージョンがあってからの BMSG リミックスの方まで聞きましたけど、あれ本当にあの曲自体がロックのテイストではあるけど、あのパッションは確かにロックなんですよ。それをどう伝えていくかですよね。本当にロックが好きな人だったら彼らのパッションからロックの魂は絶対感じると思う。ただ人間のそういう元々のステレオタイプな先入観っていうのは、本来魂に響くものっていうのを何重にもある防弾ガラスよりも厚い壁で全部シャットアウトしてしまうのに十分な、そういう拒絶反応を示す可能性を秘めている。だから彼らのそのパッションがロックファンの皆さんのその壁をどうぶち破っていくか、あがくよもういいかいっていうのがブレイブジェネレーションの歌詞のサビの歌詞だけど、本当にあがき倒していくことになると思います。でもその挑戦を見ることに対しハラハラもあるけどワクワクが止まりませんね。はい、いやまあそんな感じですよ。もう感慨深くてね、うん、本当に応援するなんていうか、応援をする価値があるというか、応援しがいが本当にあるなと思います。本当にだから彼らの挑戦に対し私たちも何かしらの挑戦にねして変えて答えていかなきゃなっていうふうに思ったりもするし、こんだけ成長をさせてくれるグループというのを今まで出会ったことがねえなと思いますし、なんかロックを好きだった頃の自分の魂がいい感じで今消化されて、バージョンアップして自分の中にインストールされた感じがするよ。当時の自分のロックが好きっていうのは実は何にもやることがなかったからロックに逃げていたんですが、今の自分はそうではないなと思いますし、彼らがロックに挑戦するのであれば私がロックを聞いて逃げていた頃の過去があるのですけども、そこに対してのまた自分自身の中でもそこをクリアにできるし、
彼らがロックファンのみんなをガッと掴んでロックするのをね、それと会場をロックするのを見てみたいっていう気がすごいある。もうパッションが止まんなくてたまんないですね。はい、そんな感じでございます。はい、まあ、夜遅いんでちょっと声絞って喋りましたけど、うん、楽しみですね。はい、行ける方はぜひ行きましょう。まあコロナ禍なんで無理は言えませんが、はい、っていう感じです。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。果てしない空へ。